はいどうもこんにちは、カジマックです。完全に失念してました。ぶっちゃけ僕が知らないうちに出てたこれ。大画面と大容量バッテリーで大満足スマホ。OPPO A54 5G、AUUQ モバイルで販売開始された後、SIM フリーモデルも OPPO 公式楽天市場店で、先日25日、31,800 円で販売開始されました。回線契約とセットなら、1万円ほどで購入できる激安スマホと考えると、素晴らしいスペックを備えている気がするんですけど、例えば、これ、OPPO Reno 5A と同時期に発表されたせいか、いまいち影が薄くないですか？残念ながら、防塵防水お財布携帯非搭載なんで、そのあたりはやっぱり、OPPO Reno 5A 目が行きがちなんですけど、いやこれ、クアルコムスナップドラゴン 4805G。はい、これ400番台の CPU。正直今までなら、その時点で選択肢から外してたんですけど、今回この400番がなかなかどうして、かなりよく動くらしいんで、めちゃめちゃ楽しみです。そして個人的には、この OPPO Reno 5A で、ちょっと使いづらかった、背面指紋認証。この OPPO A54 5G は側面指紋認証搭載です。いや、ここは好みの範疇ですけど、僕的にはぐっと評価を上げてくる部分なんで、今回あくまで僕の中での順位は OPPO Reno 5A をまくってくるんじゃないかとそれは思ってます。で、ただ今回これ、実は au 版の SIM ロック解除品なんで、SIM フリーモデルではないです。はい、それでは開けて中身見ていきます。今回ご紹介するのは、6月4日に発売開始された au 版 SIM ロック解除品 OPPO A54 5G です。今回ご紹介するこの OPPO A54 5G、ほんとキャリアモデル発売されたのに知らないまま、その後思い立って買ったのに、SIM フリーモデルが発売開始されたのも気づかず、変なタイミングでご紹介していきます。いや、ちょっと不甲斐ないカジマックチャンネルですけど、SIM フリーモデルは、ナノ SIM、ナノ SIM、マイクロ SD のトリプルスロット、このキャリアモデル au 版はシングル SIM と相変わらずキャリア魔改造されてるんですけど、それ以外はほぼほぼ同じみたいなんで、お安く買えたキャリアモデルにしました。それでは開けていきます。っていうかこれ、キャリアモデルだからではなくて、OPPO さん最近、この薄型の箱で出してきてるみたいで、今回これも SIM フリーモデルも充電器がついてこないようです。今まではあんまり充電器ついてこなくても、家にあれこれあるわとか思ってましたけど、今回この OPPO A54 5G、大容量 5000mAh バッテリーだけに、18W 急速充電対応機種なんで、それに見合った充電器はついてきてほしいところ、そこは残念でした。はい、それでは開けていきます。せーの。はい、箱の中からまた箱。中身はまず SIM ピン。で、こういった紙類に TPU のケース。そしてあとは本体。はい、これで中身は以上。はい、いきますよ。せーの。イエーイ、来たー。はい、これが OPPO A54 5G。今回はこちら。カラバリはファンタスティックパープルとシルバーブラック。この2種類からブラックを選びました。はい、こんな感じ。どうですかね。いや、質感は全然悪くない。っていうかむしろ高いぐらいで、回線契約で1万円で買えるスマホではないですよね。はい、こんな感じ。とりあえず先に電源入れます。せーの、オン。はい、起動しました。はい、設定終わりました。初期画面はこんな感じ。2ページ目はこんな感じ。プリンアプリはこんな感じになってます。はい、思ったよりプリンアプリ少なめ。ちょっとアップデート先に全部終わらせます。その間にこちら。メモリは RAM4GB、ストレージは 64GB、外部メモリ最大 1TB まで対応してます。で、初期ストレージはこんな感じ。19GB 仕様となってます。で、ディスプレイサイズは約 6.5 インチ。解像度は 2400×1080 のフル HD プラス。リフレッシュレート最大 90Hz のディスプレイを搭載。UQL でなかったことは、OPPO Reno 5A と並んで残念ではあるものの、いやこれ結構発色いいし、5A 使ってても気にならなかった程度だったんで、これもそこそこ期待してます。で、本体サイズは約 162.9×74.7×8.4mm。重さは 190g。6.5 インチ大画面に 5000mAh のバッテリーを積んでなお、重さ 190g に抑えてきたところ、ここは評価したいですよね。で、カメラ周りはこんな感じ。はい、毎回カメラは楽しみなんですけど、ちょっとしばらく試してまた次回。ただ今回残念なのは動画性能。60fps 非対応で、デブレ補正もないんで、このあたりはスペック絞ってきてます。なんで気になる方は要注意です。で、カメラユニットはこんな感じ。はい、どうでしょうか。いや、これも結構かっこいいっすよね。出っ張りは、この程度。そんな気になるほどでもないかもしれません。で、CPU。クアルコムスナップドラゴン 4805G。最大 2.0GHz の8コア。一番気になってるのはここです。今年1月に発表されていた、初の 5G 対応スナドラ400番台 CPU。これですよね。いや、これは楽しみ。で、ネットワークはこんな感じ。で、あとキャリアモデルはシングルシムですけど、シムフリーモデルは、ナノナノ2枚のデュアルシム。ただし eSIM は非対応。対応バンドは4キャリア全対応みたいですけど、実際本当使えるかは気になるところです。SIM スロットはこんな感じ。バッチリ塞がれてます。ちなみに楽天アリミット、SIM を挿すだけで、はい、通信できてます。で、こんな感じ。バンド3も掴んで通信できてるんで、おそらく問題ないとは思うんですけど、これからしばらく使ってみたいと思います。いや、こういう時楽天アリミット、1枚あると楽しいですよね。はい、まだ契約されてない方いらっしゃいましたら、説明欄にリンク貼っときますんで、ぜひチェックしてみてください。ということで最後にこれ。はい、いや、ほんと楽しみでした。アンツツベンチマーク取って終わりたいと思います。ただ今回インストールできたのが、どうもこのライトしか動かないみたいで、いや、ちゃんと動く方法あるのかもしれませんけど、このままこのライトで試してみます。OPPO 渾身の 5G 対応エントリーモデル。確かにスナドラ400番台はエントリー前としたイメージはあるんですけど、600番台まくってくる可能性も秘めた最新スナップドラゴン 4805G 搭載。ちなみにほんの半年ほど前、僕が気に入って使ってた OPPO リノ A はアンツツベンチマーク20枚に届いてなかったです。バージョン新しいほどスコアは高く出てくる傾向はあるんですけど、 OPPO A54 5G アンツツベンチマークテスト、その結果はドン !287,739! いや、やばくないっすか？実売SIMフリーモデルで3万円切ってくるスマホ。いや、この結果はやばいです。各項目は、こんな感じになってます。一時停止を駆使してご確認ください。はい、ということで OPPO A54 5G、説明欄にリンク貼っときますんで、よかったらチェックしてみてください。はい、で、今回ケースは使います。こんな感じ。しっかりカメラも保護されているし、ぐるりもまるっと、くり抜きの精度ももちろんバッチリ、ボリュームキーは覆われてます。はい、こんな感じ。で、今回楽しみだったのはこの指紋認証。やっぱり側面はいい感じなんですよ。いきます。せーの。もう一回いきます。せーの。はい、こんな感じ。かなり早いですよね。で、顔認証いきます。せーの。もう一回いきます。せーの。はい、こんな感じ。いや、十分早い。はい、で、やっぱりこれ、ディスプレイ十分綺麗ですよね。ただ、初めからついてる保護フィルムは、結構指紋は目立ちます。このあたりはちょっと張り替えたいところ。で、もちろん、はい、goBeltもつけました。これでバッチリ。はい、かなり使いやすくなりました。側面指紋認証は、スマホリングとも相性バッチリ。で、実はまだ、この OPPO Reno 5A の続編も出してなくて、なのに今週、Xiaomi のMi 11 Lite 5G も発売。いや、もちろん購入宣言してたんで、発注済みです。でね、さらに、これ、はい、OPPO のフラッグシップ機。いや、まさかのミドルスペックスマホしか扱わないカジマックチャンネルで、これが出てくるとはびっくりですよね。OPPO Find X3 Pro、来月発売予定の SIM フリーモデル、お借りしてます。ってことで、今月来月も、スマホ率高めのカジマックチャンネル、もちろん OPPO A54 5G の続編も作ります。ぜひ楽しみになさってください。なんで、お済みでない方はぜひチャンネル登録お願いします。コメント評価もいただけると嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。かじまくでした。